はいどうも皆さんこんにちは、イヤイヨンでございます。今回スプラトゥーン2を使ってね、はい、今入っているタカシュンさんとね、ちょっとね対マンしていこうかなと思います。リスナーさんですね。はい、対戦方法は、ガチエリアでステージはお任せ、これでいきましょうかね。まあランクは19と15でね、まあまあ、うん、大差はない、うん、私もね19ってね、まあ全然できなくてね結構低いですけどね。まあそれよりも高橋さんのがまだやってない買ったばかりなのかなということで、どっちでもじゃあ行きましょうか。私はね武器はね、まあ、全然ね服とかも厳選できてないんですけど、まあ武器はねこの NZAP85、 これを使っていきたいと思います。これねとても使いやすいんでね、じゃあ行きましょうか。超ザメだステージは。さあどんな戦いが繰り広げられるのか、低レベルな戦いにならないようにしようね。あっちはマニューバーだってね。よーし、まあ、ガチエリアなんでね、まあ、塗る意味はない。どん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 ね、真ん中で戦っていこうね。最初にね、対マンだから最初にねもうキルした方がもうほぼ勝ちに等しい結構勝ちの確率はね高くなるよね。さあどうする、いけんじゃね、いけんじゃね、いけんじゃね。よし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 、来た。オッケー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 よしよしよし、これはいいぞ。これ上がってるかもしれない。さあどっから来る、そっちか。ほら、おっ、いる？いない？こっちか？あ、こっちから来た？お、マルチミサイル撃ってる。お、うれ、よし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 。やったやった、勝てるぞこれは。さあ次はどっちから来る？やっぱ最初にねキルした方がね断然有利になるからね。おら、おー、よっしゃ、勝った、これ上がった。やったね。イエーイ。やったぜ。3キルでね、ストレート勝ちました。よっしゃー。まあまあまあ、まだね、始まったばかりだ。これね、調子乗ってるとね、まあ、すぐに、ね、やられますんでね。まあ、最初はね、私がまあ、もらったということで、いいですかね。じゃあ、もう一戦ぐらい行きましょうか。同じルールで。次のステージは、ガンガゼです。行きましょう。あ、武器変えた方がよかったかな。最初のキルが大事だからね。さあここ、ここは対してコースが広くないから戻ってくるまでが早いと思うな。さあ行くぞ。最初はもう急ぐ、どんどん、ま、真ん中前線まで急ぐ、行くぜ。さあ一直線上に来て、さあここからだ。とりあえずこの辺塗っとくぜ。あれいないよ、あれ取っちゃうよ。やったやったやった、取ったどこ行った、お、上か、どこ、どこいる、あそこか。まあいいぜ、ガチエリアなんだこれは、ルールは。おお、危ない。さあね、ここをね塗り替えられなければね負けることはない。あ、来た来た来た、男こっちか、やったやったぜ、これは来たんじゃない。またさあどっから来る、あっちか、いた、待て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 、お、やばいやばい、あ、やばい、これやばい、まずい、これまずい、これまずい、あー、くそ残り4秒やった塗り替えられなかったやったぜ、2勝しました。いやー面白いな。
このね、1対1ね、もう1対1だからね、本当にもう負けるとね、キルされると、本当にロスだからね、大きな、20カウントぐらいは絶対持っていかれるから、あ、武器変えとくかな。あ、いいか。始まっちゃった。あれ、またチョウザメ？同じかい。だから、まあね、キルされないことが重要ですけどね、今みたいにね、キルされても、ね、カウントで勝利になっちゃうということはありえますよね。さあ、行くぞ。どっち、そっち、どっちから来たの。やった最初にね、あれまずい、くそ、これやばいぞ。通り道にマルチミサイルが来るぞ、これやめろー。あ、これまずい、これまずい。倒す、これ倒す、これ倒さなきゃまずいよ。あれ、あ、今でもカウントは止まってんだね。あれ、てか何、塗り替えなかったやった塗り替えさなかったんだ。え、大丈夫だよね、分かってんだよね、ガチエリアランク15だしね。まあ大丈夫だよね。やったね。ちょっと何、ルール違うかな、キル数のルールとかになってるかな。そしたらね、なんか大人げなくガチエリアンのルールで私勝ってるやつ、バカみたいな大丈夫かな。いいんだよね。あっ、ほら、あれ、後ろいる、こっちだほらほらほら、よっしゃ、これは勝ったんじゃない、これはもらったでしょ。おおおおおおお、やったやったぜはい、ということでね、まあ、3戦やってね、3勝しました、やったぜ。次はなんかルールも変えようかな。とりあえずこの辺でね、動画1本切りたいと思います。ぜひね、皆さんもね、私と対戦したいなとか思った方、まあ、ほとんどいないと思うんですけど、もしいたらね、まあ説明欄の方にね、LINE とか Twitter とかあるんで、そちらからね、まあ、YouTube のコメントでもいいですけど、まあ、そういうところからね、まあ、LINE とか、登録すればね、簡単にね、お話もできますんで、それでね、申し込んでいただければ、ね、できますんで、まあ、やりましょう、そしたらね。はい、ということで、チャンネル登録もね、まだしてない方はぜひお願いします。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。